本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よっさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。普段ノートパソコンで仕事をしている人必見、また高さが足りないディスクにより前傾姿勢でノートパソコンを使っている方必見、長時間使用により首、肩の痛みや猫背になってしまいますよね。今日はそんな方におすすめのノート PC スタンドをご紹介します。開封の儀、こちら開けます。こちら取説カード、裏、こちら本体です。お、結構硬い。おお、 23.5、19.8、使い方を紹介します。1、安定している場所に本体を設置。片手で平面を押さえ、もう片方の手で板を引っ張ります。3、スタンドを開いて自分に合った角度と高さを調整します。そして4、ノート PC を設置。完成です。対応できるノートパソコンについて、スタンドに載せれるパソコンは Windows、MacBook 含め、ノート PC は11から最大17インチまで、またノートパソコン以外にも iPad や液タブ、モバイルモニタも設置することができます。こちら本体三角形の支え構造で、均一に重量を分散入れを防いでくれます。スタンドの使用について、本体厚手のアルミニウム合金。ちょっとやそっとじゃへこたれません。こちらが底面ですね。スタンドは頑丈で重量がある分安定します。本体、この回転軸部分、こことここですね。はい、腐食性を高めるアルマイト処理で摩擦に強く、しっかり耐久性が備わっております。最大 10kg まで乗せることができます。本体の底、こちらですね。4点、滑り止めのゴムがついております。広く安定した足の設計により、そこに滑り止めクッションがついております。摩擦を抑え、スタンドの安定性を持ってくれます。中空設定、放熱性抜群。こちらスタンド本体は熱伝導率の高いアルミニウム合金製、こちら熱しやすく冷めやすい性質、最も発熱する底面部に接する部分は大きな開口部があり、通気性が良い設計です。角度調整で姿勢サポート。本体無段階調整が可能です。このスタンド、お好みで高さだったり、こういった角度を調整することが可能です。最大 28cm、 最小高さ 3.5cm、 これが一番低い高さです。お好みの高さだったり角度に調整することが可能です。人間側、目線を上げることで姿勢を改善、猫背やスマホ首などの予防にもなります。折りたたみ&収納スペース。本体は折りたたみ式、使わないときは占領スペースを小さくし、本体コンパクトに収納することができます。続いて、はい、こちら見てください。ここですね、空きスペースが埋まります。この空きスペースにキーボード、マウス、 USB ハブなどを一時的な収納スペースとして活用することもできます。いかがだったでしょうか。こちらノートパソコンスタンド、ノート PC を快適な高さに調整できるスタンドです。改めましておすすめな方は、首、肩の痛みや猫背が気になる方、ノート PC を長時間使用する方におすすめの商品です。他にも使い方としては、液タブ、 iPad、 モバイルモニター、そういったものもこちら活用することができます。お好みの高さと角度に簡単に調整できる無段階角度調整も使いやすくてとても便利です。ある程度力が必要ですが、その分安定感は抜群です。ぜひ皆さんもノート PC スタンドを使って快適な作業環境を手に入れてみてはいかがでしょうか。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。さて、設置をしていこうか。本番いきます。よーい、スタンドに三角形の支え、 PC 本、高さ、使いやすいベストです。